ミミッテルルルルフランケンケのローートト軍軍に属す軍所属す所で、アルトミュルタール自然公園内、シュバルツァハ川沿いに位置する。地域は二つの軍と境を接している。これは同時に二つの行政管区と境を接していることを意味する。グレーリングはインゴルシュタットの北約 40km 連邦アウトバーン A9 号線沿いに位置する。バイルングリース、ベルフィング、ディートフルトアンデアルトミュール、 フレイシュタット、ヒルポルトシュタイン、タールメッシング本市は公式庭の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。最初に人が定住し始めたのは紀元前1万年から紀元前6000年頃であった。ディステルミューレ付近にラテーヌ時代のケルト人の遺跡がある。文献上の最初の記録は1091年である。 帝国領グレーディングは11世紀にアイヒシュテット市教領となり、1803年までその状態にあった、12世紀から13世紀頃にこの町に都市圏が与えられた、主にローマカトリックである、マルクト広場。ありがとうございます。